形成郷から見た東京スカイツリー方面の流れ。北実験側は東京都を流れる川。総延長 3.24km の荒川水系の一級河川であり、江戸時代初期に開作された運河である。西に隅田川、東に旧中川と接続する。横実験川との合流点より、西は隅田区内を通り、東は隅田区と江東区の区間へとなっている。 名称は、本所の北を流れる川幅が10軒の川であることに由来する。以前は、大横川の分流点より西を、源の森川、東を北実験川といった。広重、名所江戸百景、柳島。絵の中央の川が北実験川、絵の下の川が横実験川、左上の山は筑波山。江戸時代、明暦の大化後の本所開発の一環として、 源の森川は材木輸送のため満次年間に、北実験川は農業用水のため1663年に、改作された。当初両川はつながっていたが、隅田川増水時の洪水被害が著しく、1672年には、間に、包みが築かれ、分断された。1885年に、住民の要請で、源の森川と北実験川が、 再び接続された。これにより、旧中川と隅田川が最短距離で結ばれることとなり、成平橋駅で鉄道貨物とも連携して、下町の物流に重要な役割を果たしたが、戦後周運は衰退し、重要性が低下した。1978年には、大木橋公門設置による高等地区の水位調整のため、大横川との分流点に、 北実験側ヒ門が設定されて航路が再び東西に分断され、東側の区間は荒川より水位が1メートル下げられた。また現在大横川、引船川などかつての接続河川は多くが埋め立てられており、水運の役目はほとんど果たされていない。押上なり平橋地区では2012年5月22日に開業した東京スカイツリーの建設に合わせ、 それに面する北十県川も脚光を浴びている。周辺の再開発に合わせ浸水テラス、船着き場、水質浄化装置などが整備されたほか、東京空町と対岸島を結ぶおしなり橋が新たに架けられた。浅草などの他の観光地と連絡する水上バスの運行も構想され、水運としての機能の復活が期待されているが、 幅が狭いため、隅田川を横断できる大きさの船が、通行するには、難があり、また前述の通り飛門が航路を塞いでおり、西部と東部で水位が異なるため大規模な工事による、肛門化が必要であるなど、課題も多い。2020年には、隅田公園と枕橋から東部橋付近を一体、整備した北実験川、隅田公園観光会ユーロ整備事業が完成する、予定。 西より北実験川水辺空間の整備平成21年度墨田区予算案発表資料概要墨田区 PP18232009 年9月20日閲覧墨田区公式ウェブサイト北実験川水辺活用構想ありがとうございます